ご近所写真じゃないこの写真へようこそ。28番目になっております。今日は夜の倉敷美観地区、倉敷にね行かれた方は必ず訪ねる、まあ、素晴らしい、ところですけれども、まあ普通は昼ですよね、それ夜の倉敷美観地区であります。なぜ夜かというと、その日の、まあ、午後までコンサートがあったんでしょうね。そして、倉敷ですので、まあ、夕方帰るとあまりにも帰宅が遅くなるということで、もう一泊、倉敷に泊まる、それで夜の美観地区へ行きましょうかと誘っていただいて、その美観地区へ出かけたっていう、そんな時に撮った写真です。まあコンサートなんかをこうしてますとですね、大体その夕方、夕暮れ、夜っていうものの街へ出る機会がすごくこう少ないことが多いんですよね。そういう面で言うと夕方とか夜とか羽を伸ばせるっていうのは本当にありがたいです。ですからなんか嬉しそうに写真を撮ってますよね。これなんかは多分よほど感度を上げて撮ったんだろうなと思うんですが、あまり今まで自分が撮った後にも先にもあんまりないような、写真です。もうとにかく、美観地区へ行って楽しく夢中になって写真を撮っていたっていう、そんなことがこう想像されますね。美観地区へは何度か連れて行っていただいて、なんか割と岡山で歌わせていただく機会がこれまで多かったもんですから、岡山は距離にしたらね遠いんですけれども、こう近いようなそんな感じのイメージですね。美観地区の真ん中に、あれは堀なんでしょうかね、そこに映っている建物たちですね。なんかゆっくり堀を見て、建物を見て、そしてなんて言うんでしょうか、その観光ツアーみたいに時間を決めて次から次へって言うんではなくて、多分美観地区へ来たこと自体最初から決めてたわけではなかったと思うんですね。あ、行ってみようかっていう、まあノリで来て、そしてこんな光景にこう出会えてるっていうのはとっても贅沢なことだったなと、思います。まあ岡山っていうと結構いろんな思い出がありまして、岡山市での思い出もたくさんありますし、それから岡山県の奥の方にも、何度も伺ったことがあって、なんか不思議と身近な県になってるんですよね。岡山好きですね。どこか柔らかいっていうのかな、のどかっていうのか、そういえばある時は台風に直面っていうんですかね、台風に会ったことがありましたね、岡山で。で岡山のその台風がちょうど四国から岡山の方やってきてる、その台風に逆らうように岡山の内陸の方から岡山市へ出てきたっていう、そんなことが、ありました。その時はその岡山市へ出てきてからのそのコンサートをする時に、なんか県の職員の方かなんかとお話しする機会がありまして、台風が大変でしたねっていう、それ避難勧告が出たらしいんですよね。でそうですか、ですどれぐらいの方が避難したんですかって言ったら、あんまり避難してないんですよねとこう言っていたのをふっと、思い出しました。この美観地区はこれまでずっと昼間しか行ったことがなかったんですけども、まあ夜っていうのもいいもんだなと思います。なんか落ち着きますよね。いろんなものが見えないわけです。まあ写真っていうものはそうなんですが、まあ、僕らが見ているもの全てそうですけども、反射した光を見てるわけですよね。夜になるとまさにもうそれがつぶさにわかるというか、光が何かに映って反射したものしかこう見えない、そんなことをね思いますよね。僕のデビューアルバム、コロンビア時代のですけれども、スーパームーンっていうんですけれども、
その時からなんかいい感じだな、その時から僕はなんか月が好きなんですよね。太陽か月かって言ったら、まあ自分は月だろうなってそんな風に思うわけです。で、月っていうのは自分で光ってるわけじゃなくて、太陽の光を映してそれでこう光ってるようにこう見えるわけですよね。なんか自分の中からこうエネルギーを発散して今までなんだろうな、生きてきたような感覚が正直あまりないっていうところがあるのかもしれないですね。ですからこの夜も馴染みがいいのかな、なんかこの月を撮ってますよね。なんか月を入れつつ景色を撮ってる、この辺はあの美観地区の中のアイビースクエアですか、何でしたっけ、カネボウでしたっけ、カネボウか何かの工場の跡地なのかな。ここでも僕コンサートをさせていただいたことがあって、あのオルゴール館っていうところがありましてね、その中でのコンサートなんていうのもさせてもらったりしてるんですよね。このアイビースクエアなんかも何度も泊まったりして、なんかここも身近に感じるようなところですよね。まあ多分倉敷行かれたら美観地区はもちろんですが、このアイビースクエアにも行かれることと思います。なんかこうして旅の写真を見てると、本当にこのコロナのこの時代というのかな、コロナ禍になって旅をしていないってことに慣れすぎてるなと思います。なんかこう旅をしていたこういう時代がちょっと夢のような感じがするって全部異常ですよね、それってね。まあとにかく少しでも早くまた旅をしたり、そしてリアルで会う、リアルで歌う、そういうことに慣れていかなくちゃって、そんな慣れていかなくちゃってこと自体がちょっとおかしいわけですけれども、ひょっとしたらコロナ禍がね収まっていくと、今度はもう一度まあリアルな世界に戻っていくことになると思いますが、まあもちろん以前と多分全く同じだとは僕は思っていないんですけれども、でも何かこうコロナを通してなんかもう一度自分自身の立ち位置っていうんですかね、自分が人間として、あるいは歌うたいとしている立ち位置みたいなことをもう一度教えられた気持ちがしてましてね。なんかこれまでやっぱり比較の中に生きていちゃいけないなんて思いつつ、やっぱり比較の中に生きてきたなと思います。月がおぼろげに、隠れておりますけれども、まあこんな感じの月のイメージが僕は自分に近いのかもしれないななんて思います。まあ何かを映さなければ光ってはいけない岩渕誠さんかもしれませんので、とにかくこれからも良いものを映して、良い光に当たりながら、良い日差しを浴びながら、良いものを浴びながら生きていきたいな、そんなことを思います。今日は28番目、夜の倉敷美観地区の写真からいろいろ思うことをお話ししました。どうもありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。